はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。今週の日曜日は、山岸さんプロクオリファイということで、今年は一体誰がプロになるのか、日本人の注目選手とかはね、前日土曜日に動画上げようと思いますので、皆様ぜひ見ていただければというところなんだけれども、今回はですね、ま、同じくプロクオリファイに出る日本のね、選手、メンズフィジーク選手なんですが、これいろんなところ楽しみがね、溢れている、そんなお方なので、ちょっと個別にね、ご紹介させていただきたくという、そんな動画になります。今回ご紹介させていただくお方、四国の虎と、呼ばれているらしいんですが、ジン・イェボア・アキモトさん、もしくは、秋元ジン・イェボアさん、もしく秋元イェボアジンさんという方でございます。ジンさんっていう名前がね、ちょっと非常に呼びやすいので、ジンさんで行かせていただければと思いますが、ガーナと日本のハーフの方なのかな、メンズフィジークのプロを目指すべく、12日日曜日山岸さんプロクオリファイ出るんだけれども、何が楽しみって、日本人最年少、これを目指すと、現在、23歳、筋トレ歴4年目になるのかな、そんなお方でございます。もうすでにね、オリンピア出場も目標として、定められている、そんなお方なんですが、まずだからこの日本人最年少のプロがね、誕生するのかどうなのかみたいな、ところですよ。今の最年少だと宝村夏樹さんになるのかなと思うんですが、まあ、それを塗り替える、まあ、23歳でプロだったらね、世界的に見てもかなり若い、年齢でのプロということになりますので、本当に楽しみ、っていうのがまず一つで、もう一つは、まあ、プロポーションお化けなのこの方、自身でね、天秤みたいな体って言ってるんですけど、マジでウエストと肩幅のギャップがえぐい、やばい。このフロントポーズをね、見ていただきたいんだけど、なんでこんなにウエストっていうか、どう細いのって、まあ、ハイラット気味のね、背中に前から見ると見えるんですけど、でもこれ後でバックポーズ見せるから、バックポーズ全然そんな印象ない。だからほんとやばいので、まあ、このウエストがむちゃくちゃ細く見える理由は、まず肩幅がね、非常にこうワイドで、まあ、広いというところもあるんですけれども、肩腕が、まあ、丸く太いっていうね、その強みのインパクトと、あとはまあ前から見た広背筋の広がりっていう、まあ、こういったところもあって、よりねウエストが細く見える。であと細くするのであれば、足もね太いんですよ。このね、ちょっと前の足も見せている、画像なんか見ると、大腿四頭筋の発達なんかもすごいわけですよ。だから、クラシックフィジークなんかにね、将来的に行っても、やっばいことになるんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、こういうのもあって、相対的にウエストが細く見える。そんなね、プロポーションお化け、ジンさんでございます。トレーニングをね、始められたのは19歳の頃。で、歴半年でこの体らしいです。もともとね、生まれ持ってウエストが細かったりですとか、そういったところもありますので、まあ、この時からね、もうすでにプロポーションお化け感は出ておりますが、初大会は、20歳の時ですね。2021年のマッスルゲート四国。なので、最初からね、FWJ とか NPCJ とか、まあそういうのに出てたわけではありません。ここの四国の大会でクラス最年少で準優勝。筋トレ歴1年半で四国2位ならまあいいんじゃないかというふうにおっしゃられてましたが、まあいいどころじゃないよね。めっちゃいいよね。で、もう来年から FWJ ってこの時で言われてるんですけど、まあ、オリンピアっていう話題もね、この時から出てました。オリンピア行くために年齢的な余裕を持ちたいから3年以内にはプロになっておこうと。ちなみにその3年以内の期限が今年なんだけどね。これだから、すごいよね。有言実行というか、ほんと3年以内にまずプロクオリファイには出るし、まあ、そこで今後プロになる可能性めっちゃ高いんじゃないって、個人的にはね、ハトクマ的には思う。そんな体になってるのがやばいって、ほんと思うんですけど、まずこの筋トレ歴1年半で四国で2位になって、20歳でっていう段階でさ、オリンピア行くとかさ、そういう目標を持つ方いっぱいいると思うんですけど、まあ、すぐ行けないよねって、体進化させていく必要があるよねって、そういうのも考えると、まあ、年齢的に早めになっておいた方がいいから、こう若いうちになりたいみたいな、そういう目標で、年少プロっていうかさ、今そこ目指されてるっていうのがすごい、計画性がすごいなって思ったりまして、いろいろとね驚かされるジンさんなんですけれども、ちなみにジンさんはご結婚もされていて、お子様もいらっしゃるということで、パパなんだよね。だから背負うものもあり、守るものもある、そんな強みをね持たれているのが、まあ、ジンさんということなんですが、まあそんな2024年ですよ。
FWJ のリージョナル出ました。そこでクラス3位という結果を取られました。チャンピオンになられたのはもちろんプロクオリファイにも出ます、プロ候補でもあられる超トップアマチュアフィジーク選手、神山さんだったんですけれども、その中でもですね、圧倒的な存在感を示されたのではないかなって思うわけですよ。まあ、鳩熊はこの大会でね、すいません、初めて知りましてびっくりしました。だからそれこそ上里城さんの再来じゃないけどさ、もうどこにいたのみたいな、そんな感じ。上里城さんの衝撃はちょっと異質な感じなんだけど、でもそれに近いようなね、びっくりというか、もうワクワク感がこのじいさん見た時に鳩熊まであった。ビビビって走ったわけ。で、それなぜかといえば、まあ、さっき言ったその前面のね、圧倒的なプロポーションですよ。この、まあ、ボリュームもある超トップ選手たちと並んでもですね、圧倒的な存在感がある。まあ、それだけ細いウエストで、まあ、肩幅ですよね。で、またすごいのが背中なんだよね。前から見るとちょっとハイラット、まあ、動画長めでちょっとハイラット気味に見えなくもないんですが、バックポーズ取られている時の背中の広がり方ですよね。位置が下から斜め上に広くドカンと広がっている。だからもう後ろから見ると、なんかちょっとハイラット気味な背中の印象っていうのが全くなくて、もう腰回り、広背筋、下部まで詰まりに詰まった筋肉の厚み、僧帽筋、起立筋の盛り上がりで、その横との凹凸感もあって、で、肩がむちゃくちゃでかいので、この立体感、後ろから見た立体感、肩リア側の張り出しとか、こういったところも目立つと。まあ、バックポーズもとんでもなく強いんですよ。だから、鳩熊の中でそのプロに例えると、今大注目で今年されております、ダン・イブラヒム。こういうね、選手みたいな、そんな印象があるの。背中もとにかく強いメンズフィジーク選手だから、ファルークさんもそうだったし、上里城さんもそうですよね。そういう選手なんじゃないかな、なってくんじゃないかなって。そういうもういろんなところでね、もう興奮しすぎてちょっと何話してんのか、同じことばっか言ってるかもしれないけど、楽しみなわけです。まあ、とにかくですね、フロントポーズもバックポーズも、まあ、バランスよくと言いますか、過不足なく全ての筋肉が発達され、弱点の少ない、そしてプロポーション的にも今メンズフィジークで言われているようなものがある。そんなね、だ完璧超人になりつつある新たな新人、新世代の怪物なんじゃないかなって、そう思っております。だって23だから本当にね、まあ、ご本人こっから後だね、3年4年後にさ、オリンピア目指すみたいな感じじゃないですか、昔言われてたことだとね。いや、マジで、いや、ほんとすごいことになる。ここから3年、4年、そのままね、まあ、こう、成長されていった、っていう過程で話せば、とんでもないことになると思う。っていう、まあ、そんな方なので、まあ、今回のプロクオリファイですね。前回、ジンさんが出られた大会で、まあ、ジンさん敗れました。神山さんも登場されますし、元気さんだったりとか、アキトさんだったりとか、あとは、もういろんな選手がね、出てきます。もう超トップ選手がね、出てきます。清川さんだったりね。その中で、海外の選手も出てくるから、なんか絶対もう、圧倒的にプロだろみたいな風になるかって言われると、ちょっとわからないです。どうなるかわからないんですけれども、でも、まあ、現地で直接、本当に見てみたいって思うような、まあ、選手。それが、ジン・イェボア・アキモトさんでございます。皆様、いかがですか？もしね、この方に関する情報がね、他にもいろいろあれば、コメント欄とか DM でね、教えていただきたいんですが、まあ、当日ね、楽しみにというか、ちょっと注目して見ていきたいなというポイントは、まあ、この圧倒的なプロポーションと、まあ、背中の強みっていうところが、海外選手含めて、特にクラス A、ということで、まあ、これでだからさ、身長がさ、170ないらしいんで、そう見えないんだよね。そう見えないぐらいだ。もしかして手足もすごい長いのかなって思うんですけど、はい、まあ、インパクトがとにかくだから、ほんとやばいんだけど、まあそういう丸みが特に目立つカテゴリーにはなりますので、まあバルクの部分であったりとか、まあ強みっていうのがどれだけこう尖ってくるかっていうところがすごく注目どころだなって思います。あとはまあコンディションというところで、まあ前回の大会に関してですね、しっかりと筋肉の輪郭っていうのはボコンと出てはいたんですけれども、神山さんであったりとか一部の選手と比較した時にちょっとこう水っぽく見えるというか、筋肉のまあ凹凸であったりとかメリハリっていうところが若干ぼやけて見えるショットっていうのもあったのかな、どうなのかなみたいに画像でね見た中ではそんな気がしたので、まあそのコンディションというところも非常にね注目して当日ね見ていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、今週末に出場されるメンズフィジーク戦日本人最年少のプロを目指すジンさんについてご紹介させていただきました。もういろんな選手がね、まああと2日ですよ、取り組まれております。もう本当にね、いろいろ大変な中だと思うんですけれども、もう観客としてファンとして、当日は会場で叫びたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価のクリックよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。